こんにちは。マヤのお料理教室を運営しています近藤マヤです。今日はベーコンオニオンスコーンを作ります。スコーンは甘いものが多いですが、しょっぱい系にしてもとっても美味しいです。朝食にもぴったりなので、夜に生地を仕込んでおいて朝焼くということもできますので、とってもおすすめです。まず最初にベーコンと玉ねぎをみじん切りにします。みじん切りにしたらフライパンに入れます。フライパンは油を引かなくてもベーコンの油がたくさん出てくるので大丈夫です。このようにみじん切りができたら火にかけていきます。火にかけてベーコンの油が出てきて玉ねぎが透明になるまで炒めます。このくらいになったら金属製のバットに取り出して冷蔵庫で急速冷凍します。今はこれはとっても熱々なんですけれども、これを冷やしておかないと後で生地に加えるときに生地がだれてしまいますので、これはしっかり冷やしてください。続いて生地の方を作っていきます。まず小さめのボウルに卵と牛乳を入れてホイッパーでよく混ぜておきます。次に薄力粉をふるっておきます。大きなボウルに先ほどふるいました薄力粉を入れます。そしてお砂糖とベーキングパウダーとから塩コショウを入れます。ブレンダーを使ってよく混ぜていきます。ブレンダーを使って混ぜることは粉を振ることにもなるんですけれども、砂糖や小麦粉なども均一に混ざるようになります。先ほど粉を振るったんですけれども、スコーンを作る時に 2,3 回粉を振ることでよりザクザクした食感のスコーンができるので、今回はこれが2回目の振るいということになります。粉が混ざったら冷蔵庫でギリギリまで冷やしておいたバターを入れます。全体がバター色になって粉々になるように混ぜます。このくらいで一旦止めます。ブレンダーの中に入っている生地も取り出します。ここに先ほど溶いておいた卵と牛乳を入れます。卵と牛乳を入れたらスケッパーを使って切るように混ぜます。このくらいに混ぜ合わさったタイミングで先ほど冷やしておいたベーコンと玉ねぎを加えます。さらにスケッパーで混ぜていきます。もしこの時点でまだベーコンと玉ねぎが完全に冷えていない場合は、製作中のスコーンの生地を冷蔵庫に入れてしばらく待ってください。このくらい混ざったらオーブンシートの上に出します。この時にまだバターの塊が少しあったり粉っぽさがあったりしても大丈夫です。オーブンシートの上でなるべく四角くなるように生地を中心にまとめます。上からオーブンシートをかぶせます。打ち粉をするやり方もあるんですけれども、今回はオーブンシートを使って打ち粉がいらないレシピで作っています。先ほど中心にまとめた生地の上にオーブンシートを乗っけて長方形になるように伸ばします。だいたい30センチ20センチくらいの大きさに伸ばします。生地が伸ばせたら三つ折りをします。
縦にオーブンシートの上に置いて、もう一度同じことを繰り返します。細長く伸ばしたので三つ折りをします。このような形になりました。このまま冷蔵庫に入れてバターが冷えて生地が固くなってから成形をして焼いていきます。スコーンが冷蔵庫で冷えたので成形をします。まず4面を切り落とします。1センチ以上を切り落としてください。こちらも後で使うので横に避けておきます。真ん中の生地を8等分します。8等分した生地を鉄板の上に乗せます。先ほどの余った生地をひとまとめにして、また先ほどのように伸ばして三つ折りにするというのを2回します。こちらは先ほどのスコーンと同じような大きさに切って焼きます。鉄板の上に並べたら卵を塗ります。溶き卵を表面に塗ることによって焼き上がりの表面がテカテカになってとっても美味しそうに見えます。卵を塗れたら200度のオーブンで17分焼きます。スコーンが焼き上がったのでオーブンから取り出します。焼き上がったらすぐに網の上に移して粗熱を取ります。これで完成です。私のインスタグラムでは低糖質や低脂質のお料理や北海道の素材をたくさん使用したお菓子などたくさん載せてますので、詳しくは概要欄より見てみてください。